にちは。お久しぶりです。今日はハンバーガーを食べに来ました。ありがとうございます。お好きなお席に。昨日旅行行かれてたんですか。旅行行った。あ、嫁が教えてくれたんです。嫁が技術さん、なんか台湾にいるんです。そうなんです。台湾でハンバーガー修行の旅にないか。セットセットで。これ誰が考えたの？これ誰が考えた？パイセンが考えたの？私考えたの？やるな。で、パイセンがちょっとつながりあったんで、ポスターもらったりとか。で、誰か顔広いんで、誰か食べられる人知らない。これ食べられる人なかなかいないよね。ちょっと話題作り。まあでも一応パーティーメニューが思うんですかね。何人かで食べればどうにかなるのか。5人いればどうにかなる。この間女性入れて7人で、まあ、年配の方もいたんで、どうなってもいいかなってなる感じなので、普通の3、4、50代ぐらいだったら、まあ、5人いればなんとかなっちゃうんじゃないかなって。なるほど、わかりました。はい、幸せに。クラムチャウダーです。すみません、お待たせしました。こちらがアボカドポテトが変更になってますね。これが変更になったスイートポテトね。そうですね、ちょっとプラスで用意いただいちゃうんですけど。はい、全然 OK です。氷ってある？ありません。ありがとう。
それではハンバーガーいただいてみたいと思います。はい、どうもごちそうさまでした。チキンとか、なるほど、ね、丸ごとチキンね。市販のチキンって中に味が入ってなくて美味しくないじゃないですか。うちのやつは中までしっかり味が入ってるので、ぜひ試してください。了解しました、今度コーラとジンジャーエールの現役の販売も始めるんですよ。現役？手作りで。クラフトコーラってやつ。うちでちょっとハイボールとか作ったり。次から次へとやるね。はい、どうもです。